はいどうもこんにちは、英作と申します。今日はですね、残酷な真実、 YouTube を収益化させて知った現実、 YouTube は今から始めても稼げませんについてね、お話しさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して現在フリーランスとして活動している27歳でございます。この YouTube チャンネルでは、会社員を辞めてフリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなこうファッションの紹介など、こう自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさを、ね、見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方はぜひね、チャンネル登録と、あとはね、家族やこう周りの友人にもね、動画をご紹介いただけると嬉しいです。今ですね、こう会社員からフリーランスになりたい、今の働き方を続けるべきか悩む、将来へ不安があるという方向けに、無料でね、相談できる個別相談会のね、受付も行っております。今の働き方で悩んでいる方は無料で申し込みができますので、ぜひ概要欄から公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、残酷な真実、 YouTube を収益化させて知った現実、 YouTube は今から始めても稼げませんについてね、ちょっと話しさせていただきたいんですけども、まあ、今日はね、 YouTube の収益化についてね、ちょっと話しさせていただきたいと思います。私もね、こう2024年にね、こう YouTube のチャンネル登録者数1000人と、あとね、4000時間ってのがあるんだけど、まあ、それを達成して無事ね、収益化させることができました。で、収益化したら、こう YouTube のね、こう管理画面のも結構変わるわけですよ。今あなたの動画はいくらの単価がついてて、いくら稼いでますみたいな、まあ、推定収益って言って、まあ、これでちょっと YouTube 上で言っちゃいけない額らしいんだけど、そういうのが出てきたりとか、あ、本当になんか YouTube で稼ぐようになったんだなっていうのを、なんかこう切り替わったタイミングで思うわけですよ。それはずっとね、0人から続けてきてたから、それはなんか一つ、なんか自分がやってきたことが、なんかの種をまいた種が、なんかつぼみを出してきたのかなみたいな感じになって、すごい嬉しかったし、 YouTube をね、収益化させること自体結構レベルが高いと、上位 15% ぐらいというふうに言われてるので、すごいなとは思うんですよ。僕自身もよくやったなと思うし、他の1000人達成して収益化できてる人とかを見ても、いや、おめでとうございますって思うんだけど、でもね、こう YouTube のこう、まあ、残酷な真実、こうせっかく収益化を達成することができたものの、まあ、その先に待っていたちょっと残酷な現実っていうのをちょっと今日はお話ししたいかなというふうに思います。まあ、これから YouTube を始める人向けにちょっと動画撮っておりますので、まあ、今ね、本当厳しくなってると言われてるけども、なんかね、有名 YouTuber の方がさ、もう広告収入激減したわみたいな話してると思うから、なんかどこかでもそうやって一言かもしれないけど、結構ね、自分たちの身近な話でもあるんだよっていうのをちょっとね、伝えていきたいかなというふうに思います。はい、まずですね、こう YouTube を収益化させるのって結構大変なことなんですよ。さっきもちょっと触れたんですけど、かなりすごいことで、YouTube の収益化条件って、こう YouTube のこのチャンネルの登録者数がまあ1000人以上、まあ、1000人を超えると、あと、過去12ヶ月の総再生時間が4000時間必要なんですよね。こう広告収入を得るための条件としては。で、この2つの条件をクリアして初めて収益化になるんですよ。なので、こう1個の動画がバンってバズってチャンネル登録者数が増えたとしても、それ以降がね、こう全然伸びなかったら、その12ヶ月の間にその4000時間を超えなければ、そのバンとバズった動画もカウントされなくなっちゃったりとか、あとはこうチャンネル登録者数も日々増減がありますと。ね、 A っていう動画テーマと B っていう動画テーマで、A でずっと発信してた、じゃあ政治系であげてたけど、あんまり伸びなかった。じゃあ猫ちゃんをあげて、猫ちゃんがバンってバズったとしても、その猫ちゃんをじゃあ今度続けるわけにもいかないでしょ。で、過去政治を見てた人のチャンネルが離れちゃったりとか、YouTube ってやっぱりこう、一定のテーマだったりとか、法則性を持ってこう淡々と動画を更新し続けるっていうことが、絶対必要なんですよね。1個の動画だけとか、数本で1000人一気に行くとかってのは、まあ基本的にはないのかなと。なんかズルとかしない限り。で、これらの条件をクリアするって相当大変だし、継続力とか、淡々とね、積み上げる行動力っていうのが、まあ、YouTube 1000人を達成している人には、それなりにあると、自負してもらっていいかなと思うんだけど、で、この難しい条件をクリアして、晴れて収益化しました。じゃあ、いくら稼げるのかな、なんか毎月、こう、フロー所得が入ってくるのかな、と思ってた。が、結構現実は痛い目を見るのかなというふうに思ってます。実際に稼げる金額は思ったよりも少ないっていうのが現実かなというふうに思います。広告単価って、まあ、結構激減してるんですよ。現在の広告単価の、まあ、相場っていうのが、これね、インターネットで調べたら出てくるんだけど、1再生あたり、だいたい 0.3 円から 0.8 円と言われてるんですよ。で、0.8 円だったら相当高い方と。
ていうふうに言われてます。この金額、まあもちろん発信する情報とかその人の登録者数とかかな、多分そこによって全然変わったりはするんだけど、あのキッズが例えばあんまり相場高くないとかさ、ショートがもっと低いとかさ、これはあくまで普通の YouTube ね、8分以上の動画を上げてる、YouTube に限るんですけど、このじゃあ 0.3 円から 0.8 円1再生あたりどういうことかというと、月に10万回再生されたとしたら入ってくるお金ってまあだいたい3万から8万になるんですよ。 0.3×0.8 なので、なので10万回再生が1ヶ月でどれぐらいなのかっていうのを考えると、まあ1ヶ月でじゃあ30日で割るとだいたい1動画あたり約3400回毎日投稿してね、毎日上げた動画が3400回以上必ず上げ続け、達成し続けたら、10万回再生になって月の、収入が3万から8万だよっていう感じ。これを聞いて皆さんどうですかね。毎結局要は今の話を聞くと、土日休みとかもなく毎日ずっと継続して初めて3400回っていう、でしかも YouTube 収益化したばっかりのチャンネルと、おそらくじゃあ1000人から2000人ぐらいのチャンネル規模だと思うので、その1000人から2000人規模のチャンネルが毎日自分自身のチャンネル登録者数の倍以上の、再生数を稼ぐって相当難しいんですよね。でこれまあ逆に稼げてたらもっとチャンネル登録者数増えてるでしょって感じなんだけど、だからこれ10万回を1ヶ月 でしかも毎日で3400回ってかなりハードル高いんですよ。で特にこれ YouTube 始めたばかりの人にとってはね、非常に難しいと。で皆さんが見てる YouTube っていうのは本当にこうおすすめから流れてきたね、こうすごくバズってる何万回再生が当たり前かもしれないけど、こうゼロからね YouTube 始める人にとってはやっぱ、1000人ぐらいの時に1000再生いくってやっぱ結構それを続けるのってすごいかなと。なんか数本の動画だったら聞くことは全然あるんだけどね、なかなかそれを毎日続けるとかね、っていうのは結構難しいのかなと。そういう意味でやっぱ YouTube は稼げない。だってそれを達成して初めて3万から8万ですよ。だったら普通に働いた方がね、自分の時給単価高くなるでしょって話ですね。じゃあ YouTube を本当に僕はおすすめしないのかね。そもそも私は毎日 YouTube 更新してますけどね、なんでやってるのかもそうだし、で YouTube 本当にもうオワコンなのかって言ったら、僕はまだまだ可能性はあるのかなというふうに思ってます。僕のおすすめは YouTube を、まあ、本当に集客動線として活用することかなというふうに思っていて、 YouTube を使って、まあ、自分自身の認知を拡大させたりとか、毎日投稿してこう毎日投稿する人ですよって言ってこう信頼してもらうとかね、見ている人にね、でこう自分の商品やサービスを売るためのプラットフォームとして考えるのはありかなと。あとはね、こう僕みたいにこう本当に服が好きで、たまに本当にこう何も関係なく洋服をあげるとかさ、まあ、そういうのは全然してもいいかなと思うんだけど、要は YouTube 単体で YouTube の広告収入だけで生きてやろうっていうのは今ちょっとかなり難しいのかなと。逆に他のビジネスとか副業を組み合わせた方がより安定した収益を得ることができると思いますっていう話をねちょっとしたいです。YouTube はやっぱりこうね、忍耐強く続けなきゃいけないんですよ。こう達成してからもね、仮に YouTube の収益化条件を達成しましたってなったとしても、そこで動画更新を止めたらお金って入ってこないんですよ。収益化条件を達成させた後も同じように動画更新を続けていかないと、まあ、収益っていうのが安定に入ってくる来なくなっちゃうので、やっぱりこう自分 YouTube をもしやるんだとしたら、自分の好きとか得意とか、ね、そういう得意なジャンルで発信していかないと、ね、稼げるからって言って、なんか自分が全然好きじゃない政治系とかね、よくわかんないチャンネルを作ったとしても、やっぱそうやって情熱を持てないし続かなくなっちゃうかなっていうふうに思うので、自分がこう本当に無意識でも喋れるぐらいのテーマでやるのがおすすめかなというふうに思います。まあ YouTube はね、こう広告の収益化は本当に続けてたら誰でもできます。ぶっちゃけ本当に行動を積み重ねるだけなので、 PDCA を回してまあやっていくだけなので、誰でもね時間をかければできるかなと思うんだけど、で続けた先にさ、こうなんか思ってたよりも稼げないとかだったら結構嫌じゃない、なんか悔しいじゃない、ね、せっかくここまで頑張ったのにってなるから、だから今後 YouTube を始める人に、今日は YouTube だけで稼ぐってよりかはちゃんとこうクロスセルというか、 YouTube の、まあ、後ろでもいいんだけど、バックエンド商品とかって言ったりするけど、こうちゃんと自分の商品とかこういうものを伝えたいっていう商品を作ったり、まあ、自分のコンテンツを用意するっていうのはあった方がいいのかなというふうに思います。僕は一個ね、最近継続をねサポートする21日間のねサポートサービスも作りましたけども、あれもね好評なので、ぜひね、行動を続けたいという方はね、その
継続の動画見ていただいて、はい、参考にしていただけたらというふうに思いますので、はい、皆さんね、YouTube ね、魅力あるかもしれないけど、なんか今はもうこう夢を見るっていうよりかは、ちゃんと着実に自分の信頼とか実績を、見せるためのプラットフォーム、ツールとして活用するのが僕は一つおすすめかなというふうに思いますので、YouTube ってこう続けた先に、恩恵を得られるかなと思うので、ね、本当に種まきが長いものなんだけど、種まきしたらちゃんとね、つぼみが出るし、花を咲かせてくれると思ってますので、はい、一緒にね、YouTube 頑張っていきましょう。本当にね、YouTube 一緒に頑張りたいっていう方もね、こう、継続の、プログラム申し込んでくれたら一緒に頑張ろうって、やりますので、はい、引き続きね、頑張って一緒に行きましょう。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ、失礼いたします。